はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチャビットは始めていきましょう。いよいよ17年目のスタートです。すごい選手がいますね。買えませんけど、美里 FC。 練習試合を引き続きやっていきたいと思います。3週ぐらいやるのかな。横に添えてしまった。決めてしまったよ。嘘でしょ。これステップリーグだぞ。どうしたものか。ユーナ同点に追いつきました。直接行ってほしかったが、入るんだ。勝ち越し成功です。またやばい。いいですね。ユーナ決めました。3点目です。こうすると空が見えるんですね。入りました。4点目です。いいですね、ユーナ。5点目が入りました。
これ以上は上には行けない。お、なんか広い範囲に見ることができるんですね。超巨大です。なんかこの斜めゴール。そしてユーナのヘディング。見ていきます。いいですね。試合終了ですね。じゃあやりましょう。武蔵野放熱。ルメンバー緩和大事です。あれいつだったっけ、リーグ戦の日程って。確か年明けには決まってたと思うんだけど。逆サイド。あー残念。なんかクリア。あーっと上げてしまった。ミヤが押し上げます。危ない。おっと
フィルターをかける。くるみ外してしまいます。もうほとんど試合の時間がありません。試合終了です。緑はちゃんとしっかり決めてほしいね。クリーンを決めきれませんでした。日程決まったようですね。ホリテイルハーツからスタート。本当に5月を3週までは忙しい。一週休んで7月を2週までまた連チャンですからね。毎年忙しいですね。体調を整えるのがね。久しぶりにキャッツアイズやってみますか。さあ抜けた作用。防戦に出ております。こちらボールを総員になりました。これは思い切って投げる。あやかディフェン敵のディフェンダーへ止められます。ちょっとおっとエリカが活路を見出す。おキーパー横飛びすごいな。こちらボールをスローイン。疲れてますね、もう六本木。さあ、簡単に取りました。これはうまいパス。決めました、緑。ナイスでしたね。方が押し上げて、さらにニキータのロングパス、しっかり緑が決めてくれました。この判断力は見事。クラーカリワーズが先制です。決めましたね。試合終了です。結局この1点のみですね。ニキータ見てください、これスーパープレーです。まあ真ん中がモーゼみたいに空いてましたね。
ピッチ工事。Kさん。ミーティング大事。課題18個です。あと予習ですか。練習試合を4つやって、休養も大事ですからね。疲れてる選手はいないな。よし、これ17、16年の成績、優勝することができませんでした。あちゃあちゃ西東品の成績をどんどん落ちていってのは気になります。今年こそは決めていきたいですね。はい、ということで、今回ここまでとなります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄に書かれているプレイリスト、ブログ、ツイッターご覧ください。ツイッターのフォローもお願いいたします。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。